はい、こんにちは。今日はですね、ドリフトしながらじゃーん、じゃがりこが食べれるのか挑戦してみたいと思います。蓋を開けるところからやってみたいと思います。多分一番の問題は蓋を開けるところでしょうね、きっとね。じゃあ行きますよ。じゃがりこは食べれました。じゃがりこはいて、いて。次はですね、てるてててて。これは大変危険です。普通にあえて、もうこぼれてるし、もうこぼれてるし、しかもガタガタだからなおさら辛いかもしれないけどね。もうね、もうだってもう普通に走ってるだけでこぼれてる。ドリフトしたら絶対こぼれるよね、こんなの。まあいいや、行きます。あー、いやちょっと待って、全然尋常じゃないんだけど、こぼれてる量。あー、やばい、嘘。どれくらい悲惨かが分かっていただけるでしょうか。もうね、なんかね、いろいろびっしゃびしゃ。まだやる？でも一滴も飲めてないもんね。いや、まあだいぶお茶もう減ったんで、これもう大丈夫。私は飲む、お茶を必ず飲む。でカメラに映ってるかな、すごいもうお茶飲むたびにもう全部流れてるんですよ。でも一応飲めました。こんなになったけど。そして、車の中びっしょびしょで、ジーポンもびっしょびしょで、悲惨なことにはなりましたけど、でもちゃんと一応飲めました。まあこんぐらいこぼれて、こんぐらいこぼれて、なんだこんぐらい。ペットボトルのお茶。Thank you.
ペットボトルならやっぱり飲めます。